オルニトミムスは、白紀高期マーストリヒト木に、現在の北米大陸に生息していた、オルニトミムス族に含まれる、飛鳥類型重脚類の恐竜の総称である。学名の意味は、鳥に似たものと呼ばれる。一般に、ダチョウ恐竜とも形容されるオルニトミムス科を代表する恐竜で、三本指の足、細長い腕、長い首、鳥のような頭で特徴を付けられる。 ダチョウに似た姿で同様に足が速かったとされる。2012年にはカルガリー大学や北海道大学などの研究チームよりもを生やしていた可能性が報告された。ロイヤルキレル博物館に見られるオルニトミムスのイメージ全長は約3.5メートル。オルニトミムス類の中でも最も速く記載された属であるが生息年代はグループの中でも最後期にあたる。 グループの名称のもとになった族であるが、化石資料は、ストルティオミムスの方が豊富であり、オルニトミムス類として知られる特徴はこちらによる、ところが大きい。肉食恐竜からなる獣脚類でありながら、口には歯がなく、くちばし状であった。そのため食性が不明であったが、長年は、おそらく小動物を丸飲みにしていたのだろうと、考えられてきた。しかし、 1995年にカナダで発見された非常に保存状態の良い同族の一種、オーエドモンタネカスの頭部化石の研究からクチバシにアヒルのクチバシに似たスリットを多数持つことが分かった。この特徴から、原生の水鳥のように植物を透き通って食べる植物食の恐竜であった可能性がある。他のオルニトミムスカとの相違点としては、非常に細く、まっすぐな手と足の指。 およびほぼ同じ長さの中手骨と四骨がある。特に怠け者に似た手は特徴的で、かつて古生物学者オズボーンはこれは食事の際に枝を引っ掛けるためではないかと指摘していた。2012年10月にはその代表に羽毛が存在したことが報告された。これはロイヤルティレル古生物学博物館に所蔵される生後1年に満たないと思われる。 幼弱個体から生体までの三つの王、エドモンタネカスの標本を精査したことにより得られたものである。幼弱個体では明らかな毛状の羽毛が確認され、生体の標本、特に TMP1995.1101 では特に前足の骨に軸を持った羽毛の跡が発見された。このことから、幼体は毛のような構造で覆われ、生体では両前足に ペナイブレイクアを持つことが示唆された。それまで羽毛恐竜といえば、中国の遼寧省などで多く見つかっていたが、この発見により、北米大陸などでも多くの羽毛恐竜が見つかる、可能性が示唆される。最初のオルニトミムス族は、マーストリヒトキ、アメリカのデンバー・ルイーソーから発見された足の基部と、部分的な手の骨に基づき王、ベロックス・オービロックスである。 その後、エドモントニアンキノオウエドモントニクスオウ、エドモンタネカスや、恐竜州立公園の完璧に近い標本などより、状態の良い標本がカナダから見つかっている。オルニトミムス科のガリムスブラスはモンゴルが産地である。以下に、獣脚類におけるオルニトミムス類の系統的位置の一説を、示す。ジュラシックパークシリーズでは、禁煙種のガリミムスと、役回りが被っているため目立った活躍はない。 第一回において、たびたび登場し、主人公のナイジェル・マーベンに、素手で捕獲されたり、群れ一つが、丸ごとタイムゲートを通って、現代へ送られたり、メスのティラノサウルスに駆られるなど、脇役ながら、印象に残る場面が多い。パークでも、繁殖や彩色について、詳しく触れられている。各メディアに先駆けて、最新研究を取り入れ、前腕に翼を生やした姿で登場した。 ありがとうございます。